はい、皆さんこんにちは、ワネルエルギジです。では今回は、三国志14ですね。ラインハルトをはじめ銀河英雄伝説のキャラクター4名ですね。キルヒアイス、ヤン、そしてユリアンの4名が入った新しい、無料のね、DLC になってますけども、こちらを使ったプレイで、勝敗に引きこもる、イゼルローンに引きこもる、プレイの続きをやっていきたいと思います。では今回はですね、すでに炎章と戦争になっていて、炎章がこのイゼルローン要塞に攻め込もうという気配があるので、これをねしっかり潰していきたいと思います。では早速時間を進めていきます。まずはね、このイゼルローンの近辺に敵が要塞を築こうとしているので、これをねしっかり阻みましょう。ここに合わせてどうだろう、1万6000、7000っていう軍勢ですかね、やってきてますので、これを関羽と張飛で撃退していきます。十分に倒せるかな、張飛と関羽であれば。ただ油断はせずにいきます。あくまでもね、引きこもり生活、立てこもり生活なんで、僕より攻め込んだりとかっていうのは現時点では考えていないですね。いや、つっつくわ、この状態は。さすがに攻撃を仕掛けていく。で、結構ね、その厳しい戦いがこの先続くと思うので、敵をね潰しておく、少しでも減らしておく、引きこもり生活が快適にできるような対応、内政っていうのはね、しっかりやっていければいいかなと思います。特に武将なんですよね。武将の数が足りないので、なんとか武将の数をね、獲得していきたいと思います。達成いたしました。任務は成功です。何？炎章の部隊は下から僕、来るな。さすがよ。炎章のところは、数が、半端ないな。いやー、引きこもり生活がちょっと危ないね。勝敗にやってくると。勝敗に5000しか兵がいないからな。となると、勝敗だけではなくて、火器からも兵を出す必要がありますね。超運隊を急ぎ、差し向けましょう。とりあえず超運を、勝敗の方面に移動させて、勝敗からヤンも出しますか。帰還したらすぐに。それでなんとかしのぎましょう。で、張飛と関羽もね、敵を撃退したら即座に迎撃戦に入ります。いやー、次々に来るなー。炎章との戦争。で、関羽、張飛ともに一騎打ちできますからね、張羽も。打ち取れ、むしろ。この関雲長に勝てるわけがない。顔がすでに負けてるよね。やばみたいな顔してるからね。よくこらえたなという感じだな。打ち取ったね。さすがよ。ヤンがまだ戻ってこれないかな。ヤンが早く戻ってきてほしいんだけどな。で、矢倉は潰されている。くっ、矢倉が一個やられたな。矢倉の補修は必要ですね。つっつくぞって。任せろ。うむ。任せよ。勝敗から出陣。ヤンはまだ戻ってないか。そしたらここ矢倉すぐにでも欲しいので、陣形長だ。いやー、あんまり早い陣じゃないな。ただここはどうしても矢倉を作っておく必要があるので、矢倉を立てましょう。
こんな華麗な女子に、矢倉を立てさせるなんて、と思うかもしれませんけど、矢倉がないとね、本当にしんどいので。で、趙雲は、迎撃に当たる。ヤンがまだ戻ってこれないな。まあ、ヤンの出番は今回ないかもしれない。敵は混乱。補充。足止め。士気の低下。あらゆる策を取って、このイゼルローンで敵を迎え撃ちましょう。吉報です。達成いたしました。やりました。さすがよ、一騎打ち。張飛も一騎打ち仕掛けてくれれば、打ち取ればね、壊滅になりますからね。武力46。それがこの104の張飛に挑むか。俺が天下無双の張飛様よ。いざ、尋常に勝負です。確実に勝てる。一撃死。俺様こそ最強。そうだな。軍神発動。よし、撃破した。ちょっとこの後の情勢確認しましょう。張飛関羽で敵を迎撃しつつ、矢倉も再構成して、張雲で下から迫っている部隊、なかなか干渉の部隊1万か、数が多いな。これをね、ちょっと仕留めに行きましょう。で、弓矢倉があるので、この弓矢倉である程度敵を削っておく。さらに勝者も来てるな。工場兵器が来てるとなると、これも破壊しておきたい。交換。いやー、炎章との回戦は、相当神経をすり減らすことになりそうですね。では時間を進めます。お喜びください。弓矢倉をなんとかね、立てればそこでまた防御ができますからね。何用でしょう。なんだ。承知。どうした。へいへいと。で、ヤンは戻ってきたとしても軍勢がいないので、ちょっとこのままにしましょう。で、回避に4500。回避の4500でもし今孫権あるいは北海から炎章軍が攻めてきたらきついな。早々に敵をね、撃破しておきたい。お、ラインハルトが動く。ラインハルトは6000の兵含めて合計3万近い軍勢で炎章の鎮里を狙う構えですね。これだったら炎章の方もひとたまりもないだろう。まあ、炎章、あ、そうか、もう炎単になってますね。その、炎章なき後の炎章勢力とあえて呼びますが、そこが衰退すると今度は曹操が台頭するっていうだけで、ね、このイゼルロンでの立てこもり生活に何ら影響はないんですが、ただここはできるだけ敵を早期に撃破しておきたい場面ですからね。ヤンは温存します。どうせ兵もいないんで、その間に武将集めに奔走するとなると、関寧の忠誠を確か下げたよね。と言っても知れてるな。とてもなびいてくれるような数字ではないんで、ここは探索で人を拾ってきてもらうしかないかな。行ってくる。お喜びください。一騎打ち。
いや、関羽張飛の一騎打ち率半端ないわ。ねえ、関羽と張飛がいてくれるだけで大抵の敵は一騎打ちで撃破してくれるな。関羽とかってね、多分相当身長もでかかったんじゃないのかなって気がしますけどね。さらに張飛が一騎打ち。いやー、この一騎打ちを行うさ、張飛と関羽こそまさにトゥールハンマーですよね。トゥールハンマー。張飛様のお出ましだ。生き返るね。呂布クラスでも出てこない限りなんか安泰な感じがする。馬から打ち捨てましたね。いやー、素晴らしい、圧倒的武力。素晴らしいな。負ける気がしない。まあ、ただ兵力が少ないという点は変わらないので、この状態でね、敵がね、高陵あるいは北海から攻められるとかなり厳しい。まあ、どういう状態かというと、うわ、なんか来る気配あるし、こういう状態ですよね。うわー、神秘が来るか。せめて高陵の5000は呪春に3万。いや、これらと対峙するのかなり厳しいな。どうするのがいいんだろうね。まずは、関を取り急ぎ、戻しましょう。いや、兵糧が命綱だわ。で、趙雲はこのまま残す。いや、趙雲の方が足が速いな。趙雲の方が足が速いんで、趙雲を、ちょっと、可否の防衛に当てましょうか。必ずや。で、関羽と張飛は引き続き炎将軍に当たるという形がいいかな。これでどこまで耐えられるかっていうところかな。金がないのでこのまま進めます。達成いたしました。任務は成功です。よし、炎将軍は追っ払ったな。使者がお待ちです。炎丹からの使者。金を巻き上げよう。金をくれ。金をとりあえずもらう。よし、じゃあ全軍、勝敗に戻りましょう。いやー、孫権との同盟も終了か。なかなかしんどいな。弓矢倉無事ですね。なので、弓矢倉をこのまま。で、趙雲を急いで、弓矢倉の防衛も、これちょっと破壊されるね。しっかりと防衛に回りましょう。で、孫権との同盟があと1ヶ月で終わる。うわ、苦しいな。そうですね。お金もちょっとないので一旦保留にしておいて、この先の展開でいうと孫権さらに炎丹と両勢力と戦う。しかも同盟は絶対に結ばない、こちらからは。となると兵力が欲しいよね。お金も欲しいよね。いやー、なかなか苦しいね。では参ります。
ちしました。とりあえず紹介に戻しましょう。任せ。うむ。で、回避から輸送させておくものとして、兵糧、金。まあ、兵士はこのまま、ステイ。で、輸送します。内政の方はどうなっている？武将の数が本当に足りないな。読みましたか？心得ました。そしたらもう追っ払いはしたので、ここにまた弓矢倉を立てておきましょう。お任せよ。壊された弓矢倉はすぐに再建する。まあ一応全員を捕虜にしておい、いや、投与できるなら投与するよ。はは、失敗したか。であれば全員捕虜にしておいて、金、あるいは、兵糧とね、交換を迫っていきましょう。さてと、そうすると、まあ、ちょっと兵を出しておいて、いつでも、まあ、奪われたというか、どさくさに紛れて取られている場所をね、地域をね、孫権から回収していきましょう。まあ、それによって、情勢が一気に悪化しそうな予感もするんですけどね。そしたら今回は、ちょっとお金の温存しつつ、やっぱりね、武将なんですよね。くどいようなんですけど。本当に武将の数が欲しい。行ってまいります。達成いたしました。吉報です。達成いたしました。さて、そしたら、我々、勝敗の方から出陣だけしておきましょう。足の速い、大家の陣がいいかな。関。まあ、千でいいでしょう。大家の陣で出陣して、まあ、いつでもね、回収できるようにします。天下に義を示さん！でだ、この後だよね。武将をどうやって増やしていくか。まあ、まさにイゼルローンにヤン一党が立てこもった時もね、戦死した、もちろん提督クラス、幹部クラスはもちろんですけど、兵員もね、増えていくわけじゃないっていうのは問題の一つとして挙げられてましたもんね。まさに今そういう状況なんだよね。弓矢倉の建設が次のターンで終わるので、弓矢倉の建設が終わったら可否に、超運を戻します。で、早速、攻めてくると。関羽でどうに
にかなるのか、これ。関羽の線ってちょっと数が少なすぎたかもしれない。これ、返す刀で長軍を出すしかないね。いやー、この本当に、一手一手をミスると、死ぬな。劉備と孫権がぶつかってくれて、こちらへの目が、うわ、孫権もやってくれるな。兵糧が心配だから、あんまりまとまった兵は出せないからね。趙軍はやっぱり一度返します。で、代わりに、勝敗から、陣形で、迫力の陣が引けるのが劉備か。張飛は無理。楊を出そう。これで回収する。いや、孫権軍とも本格的な戦闘に発展しそうだな。で、さらに張飛も出して迫ってきている敵を撃退しましょう。まあ、3000でいいかな。いや、郊外は強いんじゃないか。そうだよね。まあ、張飛だったら3000の兵で撃退できるかなと思うんですけど、今って、ヤン、関羽、張飛って、出払っているので、この状態で来てるよ、来てますよね。そりゃ来るよね。弓矢倉の破壊に来てるか。弓矢倉は一旦破壊させて、そこにもう一度矢倉を作りますか。それくらいかな。なので、劉備を出しておきます。いや、この引きこもり生活もなかなかしんどそうだな。なんかずーっとこれをやってそう。では時間を進めていきましょう。お金があるので、こういう時に足止めをして火もかけて兵力を温存したい。もう、陳竜を、曹操が戻したね。そしたら先に、どうした？矢倉を立ててから、陣の破壊に入りましょう。劉備の話ですね。で、ヤンは占領を進めて、張飛は郊外とぶつかると。で、ここ弓矢倉破壊しようとしてるよね。なので、弓矢倉破壊されたら弓矢倉を立て直しますと。まあ、そういうところかな。で、ここも弓矢倉の破壊に来てるので、弓矢倉を、関羽が港を占領した後に迎撃に入りましょう。っていうとこですかね。では、金はどうなっている？金はある。であれば、こういう時に、金がある時に、内政をしっかりやっておこう。さあ、どうでる？吉報です。お喜びください。ちょっと微妙なことしちゃったな。関羽が微妙に占領できてない。
しっかり港を占領して、ヤンは占領、張飛は郊外の迎撃。どうした、任せろ。で、劉備は櫓を立てて陣の破壊と。大丈夫かな。よし、じゃあ時間を進めます。円丹から金を巻き上げましょう。捕虜で千でもいい、金をよこせ。勝敗に向けて曹操が進軍中か。今度は曹操か。いやー、すごいことになってきたな。しかもラインハルトが来る。兵の数は、うん、3万か。しかもラインハルトが来るか。ちょっとヤンの占領政策を一旦中止して、ラインハルトの迎撃に向かいましょう。というところで、じゃあ今回ね、一旦ここまでにさせていただいて、次回ね、ラインハルトとヤンの決戦を、お届けできればいいかなというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。